ただいまー。今日もちゃんとお留守番できたふふ。<laughs> いい子だね。それにしても、毎日家でお留守番してて退屈じゃない外出したければしてもいいんだよ。うーんー、まあそうだよね。君は極度の女性恐怖症のせいで、女の人とすれ違うだけでビクってなっちゃうからね。 ううん、謝らないで。君は何も悪くないよ。大丈夫。私が君を養うから、ずっと家にいてもいいんだよ。ねえ、君のことを不安にさせちゃったみたいだし、その不安、いつもみたいに消してあげる。ほら、手つないであげるから、一緒にベッド行こっか。 今日もいっぱい可愛い鳴き声聞かせてねはあもう朝かってあらまた気絶しちゃってる可愛 <laughs> いいなそれにしても 我ながらいい作戦だったな。君のことを拉致してレイプするよう適当な女に依頼して、君に女性へのトラウマを植え付けさせる作戦。あの女は調子に乗って、お前には渡さないとか言ってきたからすぐに消したけど。<laughs> そのおかげで、 君は女の人に近づけなくなって、唯一男のようにイケメンな私に依存するしかなくなった。<laughs> そんなことも知らずに私に依存して甘えて。<laughs> 君は本当に可愛いな。 もし君がこの秘密を知ったら君はどんな反応してくれるのかなずっと信頼してずっと依存してた彼女が全ての黒幕君は絶望して何も信じられなくなるんだろうなそんな絶望した君を監禁して。 もうやめてって言ってもずっといじめ続けてあ,あ壊しちゃいたいまあそれはもう少し先でもいいかもっと私にズブズブに依存させて私以外考えられないようになってからじゃない 起きたんだね。おはよう。また気絶しちゃったね。<laughs> うんうん、大丈夫。その分君の寝顔を楽しませてもらったから。<laughs> 君ったら幸せそうな顔をしながら寝てたよ。<laughs> それにずっと私の腕にしがみついて、そんなに私のこと手放したくなかったんだね。うふふ。 大丈夫。私はいつも君の味方だよ。うん。それじゃあそろそろ朝ごはんにしよっか。あ、あと、<laughs> 君のよだれや涙でぐしょぐしょになったシーツも洗わないとね。大好きだよ。 私だけの彼氏くん。